僕の名前は駿河智也、偏差値75の玄界灘高校に通う高校2年生だ。成績は全国トップレベルで難関大学の特待生を狙っている。よし、予習は終わりっと。俺は地元で一番の最強の喧嘩師だぞ。とっとと失せろ。くそ、あれは同じ中学だったヤンキーの正春、まだあんなことやってんのかよ、くだらない。ああ、うん、ま、あんな野蛮な奴と関わることは一生ないだろうけど。1週間後、友や、うちに家族が増えてもいい？え？両親と暮らせなくなった子を引き取りたいの。そういうことなら歓迎するよ。そしてそいつを迎える日がやってきた。はい。え、マサハル？マジかよ。そういえばあなたたち同じ中学出身だったわよね。今日からよろしくな。うん、よろしく。最強喧嘩師のマサハルと僕が一つ屋根の下って、無事に生きていけるのかな。ご飯おかわりは？うっす、どれも美味しくて飯が進みます。ふふふ、友也はあんまり食べないから嬉しいわ。意外と綺麗に食べるんだな。ちょっと買いすぎちゃったかな。なあ、危ねえぞ。ありがとう。重たいもん運ぶときは俺に言えよ、持ってやるから。うん、こんなに優しいとこもあるのか。あふらふらった。うわっ、悪い、先に入らせてもらったわ。うわ、めちゃくちゃいいからだ。どうしたんだ。え、なんでもないよ。おいおい、何考えてんだ僕は。気の迷いだ、忘れよう。いや、でもすげえ体だったな。触ってみたいかも。今夜は僕たち二人で留守番だってさ。了解。じゃ、一緒に飯作るか。え？エプロン似合わないな。洗うなって。あ、そんな力入れすぎちゃダメだよ。こうやって指先でやらなきゃ。おう、分かったよ。マサハルって案外普通のやつだよね、最強の喧嘩師なのに。いや、俺売られた喧嘩買ってるだけだし、本当はしたくねえよ。そうなの？でも強いじゃん。はあ、それは母ちゃんを守りたくて小さい頃から鍛えてただけだ。そうだったんだ。あのさ、今いいか？どうしたの？あ、実はその。なんだよ。勉強を教えてくれないか。え？トモヤ見てたら俺も頑張んなきゃって思ってさ。俺バカだから教えんの大変かもだけど。頼み事なんて珍しいな。いいよ、一緒に頑張ろう。よっしゃ、ありがとう。それから僕はマサハルに勉強を教えるようになった。自分の復習にもなるので、意外とウィンウィンな関係だ。それにとても楽しい。ここはこの方程式を使って。こうか。いや、違くて。あ、今日は疲れたからこれで終わりにしよう。おやすみ。おい、ちょっと。なんでマサハルにドキドキしてんだよ、相手は男だぞ。なんだよこの気持ち。え、ちょっと面かせや。お前最近マサハルと仲いいやつだろ、あいつの代わりにボコボコにしてやんよ。そんな、誰か助けて。やめろ。マサハル大丈夫か？こいつらが友也のこと嗅ぎ回ってるって聞いて飛んできた。お前らふざけんなよ。クソ、こうなったら。え、あ、逃げるぞ、しっかり捕まってろよ。うん、助けてくれてありがとう。無事でよかったよ。もう無理だ、我慢できない。あ、悪い、嫌だったか？そうじゃなくて、僕マサハルに恋しちゃったみたい。マサハルが好きなんだ。実は俺もだ。え？お前が好きでたまんねえ。マサハル。数日後。今日は英語教えてくれ。オッケー、じゃあ僕の部屋で。二人が仲良くなってよかったわ。なあ、俺絶対お前と同じ大学に受かるから。うん、そしたら二人で家を出て一緒に暮らそうね。楽しみだな。